自分の心はもう一つですってこう言ったのが受けちゃったという。受けた。神様が赤い絨毯を引いて逃げってこう言ってるような気持ちだったので、ミスターパーフェクト牧原、はい、いやうん、はい、ということでパンチ佐藤さんのここからはプロ入りの話を、もうここからまた独壇場ですよ。前回 もう佐藤さんのこう全部演技付きのトークがありましたけど、ここからまたすごい話だ ね、エピソード楽しみだよね。はい、うん、早速ご紹介します。まあ、そんな社会人時代の活躍もありまして、うんうん、パンチさんは野茂英雄投手の8球団競合で話題となった1989年のドラフトで、その野茂英雄投手の外れ1位としてオリックスからドラフト1位指名を受けます。ちなみにこの年のドラフト1位指名選手には佐々木主浩さん、笹岡慎二さん、小宮山悟さん、塩崎哲也さんとそうそうたる顔ぶれが並び、2位以下にも古田敦也さん、前田智則さん、新庄剛志さんと後に大活躍される選手が多数おり、大豊作のドラフトと言われていますね。まあ、そうですね。まあ、だから球界に名を残すし、監督経験者もたくさん出たっていうすごい時代でしたね。そうですね。で、本当ラッキーだったのは上田監督が、野茂は競合して外れる可能性が高いけれども、はい、これはもう勝負しないわけにいかないと、野茂を取りに行くと、で、野茂が外れたら野茂に代わるピッチャーじゃない、野茂が外れたら左の外野手、高校でも大学でも社会人でもいいから、その年の一番いい左の外野手を取れっていう指示があったらしいんですよ。はい、そして野茂が外れたんで、じゃあ誰なんだ左の外野手はって言ったら、スカウトが鎌ヶ谷の佐藤ですということで、で寮に電話がかかってきて、例の上田監督が、ね、これだけでもうちに来てくれるね佐藤君っていうもんですから、大学生であればお願いしますって言うんですけど、一サラリーマンですし、前向きに検討したいと思いますなんていう性格じゃないから、もう決まってますよっていうことで、自分の心はもう一つですってこう言ったのが受けちゃったという。受けた。だから笑わそうと思ったんじゃなくて、もう決まってますっていう意味だったんですよ。それがあのちょうどドテラだっけ、こう上に羽織るやつじゃなかったっけ、紺色の。それはね、牧さんちょっと混ざってるんですけど、実は骨折してて、川崎の家で、反転ちゃんちゃんかみたいなの着て、骨折してたから、ひげに風呂にも入れないから、ひげも伸びてるわけ、でドラフト見てて、おーっと来たわけですよ。で、マネージャーが、もうタクシーで寮に来てくださいって、たくさんのテレビカメラが来てますって言うから、タクシーで行ったら、もうカメラが、で、ちょっと待ってくださいって言って、熊谷のジャンバーに着替えだ、目立つ。でも、紺色のあれの時もあったよね。あ、だからそれは家です、家で映って、はい、家だ、俺、それ覚えてんだから。はい、もう35年前の話です。だ、まさにそのシーンだとかは、後にコープレーチンプレーとかでバンバン回されるから、はい、結局そういう、はい、こうライブで見てなくても、やっぱりそのパンチさんがその当時ね、いかにこう面白かったかっていう、そういう話が出てくるところなんですよ。私も見たんですけど、ドラマの安心かと思っちゃいました。あれね、あれすごいよね。だから、まあ、僕らも球界にいたんで、その実力は別にしても、はい、とんでもない面白い人入ってたね。だから僕は山本譲二さんが好きだったので、なんていうか、社会人時代も道のくカットって言っても分からないと思うんだけど、ハサミで坊主にしてたんですよね。ただ新宿飲み行くと、学生がこんなところ来ちゃいけないのよ本当になんて言われちゃってたから、山本譲二さんの道のくカットダメなのかな、じゃあ迫力つけるためにってパンチパーマしたのがきっかけだったんですよ。ああ、そうか。俺はなんだよって。で、相手チーム練習試合の時に球が転がってきて、ひょい、サンキュー、あいつの年下じゃないか。でこう、やっぱり今おじさんになると若く見られたいんだけど、当時は大人びて見られたかったんで、パンチパーマと。そこからパンチパーマー始まってたんですね。もうプロ入った時はもういきなりキャンプの時とかはもうパンチだった。パンチです。で、ただ熊谷の2年目からパンチパーマーです。そこからなんですね。そしてプロ野球に入るじゃないですか。だから小学校の時に同じ洋服着てるだとか、林間学校や修学旅行でみんな新しい白い下着着てる時に、僕だけ黄ばんだような下着着てて恥ずかしい思いして。だから俺はプロになったんだっていうことで、こう新宿伊勢丹に行ってね、スーツを作って、エルメスのスカーフでね、で今日もこんなことやってるのも全部そのこのコンプレックスなわけなんですよ。男なんだっていう。
うん、それで行ったのが珍しかったみたいで、うん、注目されたという。へえ、でもあのドラフト当日にご自宅にいらっしゃったってことは、うん、その1位指名受けるってご存じなかった、うんうん、本当だったらですね、はい、あのどっか遊びに行っちゃってるんでしょうけど、骨折しててギブスだからどこにも行けないということと、うん、あの年が初めてドラフト中継だったんです。ああそうなんだ。初めて、はい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 、今ほらありがとうお母さんみたいに3時間も4時間もやるじゃないですか、はい、うん、あの時は初めてだったんで、こうやって見てて、与田、ああ中日行ったか、あのも近鉄か、へえ、あれドラフト中継って言っても1時間しかやらないの、あと3分じゃないって、一番最後にオリックス佐藤和弘外野手熊谷俺だってこうなったわけなんですよ。ああだたまたま見てたんですよ。はい、へえ、すごい鳥肌が立つような。ああ、もうでもね、うん、それでやっぱり1位とやっぱり2位じゃんさ、うん、インパクト違うから、もう本人も気持ちも違うから、うん、契約金はいくらもらったんですか。7000万です。7000万、はい、ですから、あの僕はもう熊谷組にずっと残って、うん、もうミスター社会人としてやっていくつもりだったんですよ。待遇もいいじゃないですか、うんうん、ところが1位となればもう神様がさーっと赤い絨毯を引いて逃げってこう言ってるような気持ちだったので、うん、これはもう行ってみようっていうことで、赤い絨毯に1000万ずつブロックでこう積んであって、それを1個ずつこう拾っていくような、はい、7個も積んであったんだよ、はい、そう、その契約金についての情報もありまして、うんうん、あの入団会見であの契約金について記者から聞かれた際に、はい、この1億円はプロで勝負するためのお金で手を出せないですと答えて、こちらも話題に。1億円じゃないんだ。あ、だから手取り7000万。いや、じゃあ7000万です。手取り4000。ああ、それ減っちゃうわ、ほら、はい、広沢さんが言ってたよね前に、はい、あのパーセンテージが違うじゃねえかって言ってすげえ揉めたっていう、うんうん、そういうことで厳選調子で揉めたっていう、ね、うん、僕はやっぱりサラリーマン3年やってましたから、うん、そういうことは分かってましたから、うん、何に実際使われたんですか。家ですね、というのは団地から一戸建ての家を買ったんですね、うん、っていうのは東立花中学校っていうところに行かなきゃいけないんですよ、はい、久生小学校の僕はそこ野球部がないんですよ、うん、なので隣の中学校に行くために、西中原中学校に行くために2000万の家を借金して買って、ところが売るってなったら4000万になってるわけですよ、はい、バブルですね、うん、で親父がなんで2000万で買ったのに4000万なんかなるのかなっていうことで、あの親父が勝負で1億の家を買うことにしたんですよ、はい、そしたら1億引く4000万は6000万じゃないですか、うん、それで和弘こそこに座れ、計算したらお父さんとお母さんとお前が熊谷組で働けばこの6000万は返せる、うん、将来お前の家になるんだから反抗せえと、やだよそんな借金とか言っていや計算したら払えるんだ、6000万って3人で渋々押したらその秋に7000万が入ってきたという、うん、いやその家の費用です、はい、あ全部もうそっちに回したんだ、はい、もういいおやじって言ってそこのお家はもうお父さんお母さんにそのままプレゼント、プレゼントっていうことですけど、それをステップに今住んでる家になりました。ああ、まあ、だから転がして、はい、やっぱり土地転がしてるね、いやいや、いや転がしてるじゃなくてたまたまなんでなんでっていうことだったんです、はい、でも実際のドラフトで他球団からのお話とかってあったんですか。そうですね、2年目にね6球団から話あったんですけど指名来なかったんで、あそんなもんだろうなと思ったんで、うん、3年目は11球団から話し合ったんですけど、うん、もう話も聞かないで、うん、ああいやプロって今示されてたら考えますとか言って合わなかったんです。でも結局ここのオリックスに行ってよかったよね。あ、よかったと思います、うん、はい、あの時は上田さん、はい、で後に大木さん、上田監督、土井監督、土井監督、土井監督、大木監督です。ああそうか、はい、土井さんか、はい、土井さんも細かいことをずっと言うタイプの人だからな、はい、ですから1年目はブーマーの怪我もあって、うん、1番松永、2番佐藤、3番門田、4番石嶺、5番藤井ってブルーサンダー打線のすげえメンバーだよね。そこでやれて、守備と足はダメだけどバッティングはなんとかやっていけるぞと思った1年目、うん、で2年目、3年目、4年目って土井監督でちょっとふてくさった時代があって、うん、最後5年目、大木監督で
パンチ一郎で売り出してくれてという、うん、これまたあの監督によってチームが変わるという講演会で頑張ってますので一つ、うん、よろしくお願いします。そうなんですよ。だからもうパンチさんは今さ、はい、その講演会も含めて、うん、YouTube もちょっとしてんだよね。はい、あのうのとパンチの今日もどこかでダイナマイト、はい、ダイナマイトしてるらしいんだよ、街に、街の気でしたっけ、はいはい、それはもう1000人とか2000人しか見てくれてないんですけど、はい、ただテーマはパンチ死んでないよっていうのがテーマで、今回のこう槙原さんみたいに呼んでもらえると、はい、こうなんかこうリンクっていうんですか、はい、あのリンクして相乗効果で、相乗効果でこれでまたみんな見てもらう、はい、よろしくお願いします。いやいや、まあでも全然そう、今日の話聞いてるとああパンチの話聞きたいなっつって、うん、ぜひね、はい、またあのチャンネル登録してもらってね、お願いします、はい、ちょっとバズってほしいなと思いますけれども、はいはいはい、だからそういういろんな活動を今してるってことですね。そうですね、はい、うん、あのいや軸は講演会なんですけども、はいはい、あとちょっとセールスになっちゃうんですけど、うん、FM 立川海とパンチのほろ酔い酒場、はいはいはい、毎週日曜夜8時再放送は木曜日となってます、はい、もうでもやっぱりこのべしゃりは衰えてないから、はいはい、やっぱり現役でやってんなって、はい、現役感がすごくあるから、ね、あとベースボールマガジン、パンチ佐藤の男の背中といってね、元プロ野球選手が引退して野球以外で頑張ってる人にスポットを当てようっていう、その魂の4ページがあるんですよ。はい、それはいいね、はい、だからセカンドキャリアっていうのはやっぱり今ね、はい、すごくテーマだと思うんで、はい、そこで成功した人、はい、挫折した人、はい、こういう教訓もしないでくださいよっていう人を取り上げるってことですね、はいはい、だからそれは俺しかできないぞっていう気持ちでやってるんですけども、はい、まあその辺もちょっとね、あの概要欄とか、はい、いろんなところでね、またチェックしてもらうんですけど、ありがとうございます。では一郎選手も一回戻りますか、はいはいはい、一郎選手との出会いってことですね、ブルーウェーブのね5年目、はい、あの、うん、